お上の心の動きは平地にもなかなかに分かりそうもありません百両の金は大谷三,三郎にあってあの敵討ちに張り切っている野郎の嫌がらせをなんとかしてくれようという元でだそうで入尺門の香川雄三郎もほっとしていたそうですよ大谷三,三郎につけまとわれてさぞ腐ったことでしょうところで親分 田島屋のお上というのはそんなに大金を持っているでしょうか田島屋総左衛門の娘だそれくらいのことはあるだろうお染のもらった金がざっと3,000両どうかするとその3,000両を姉のおえいが手に入れたんじゃねえでしょうか何だとするとお染殺しは母八芸の姉のおえいということになりますが八五郎は とんでもないところに結論を持ってくるのです。第4章。バカなことを言え、あの担当は武家の者で筋の通った道具だ。その上さやは好奇心の懐から出てきたじゃねえか。そういや、それっきりですが、人は一応疑ってみなくっちゃ。それほど言うなら、あのうちの人の出入りを一目で分かるようにしたのがある。それを見るがいい。 平は何やら書いたたものを渡しましま手代番頭たちはそれぞれの仕事場を離れず主人の宗七は香川雄三郎と落ち合うために日本橋へ出かけおいは女中たちを指図して一歩もうちから外へは出ずふらりと芝居の看板を見に行ったのは妹のお染ぐらいの者のこれではうちの中でお染殺しの疑いを受ける者など 一人もありませんありがてえ子っていいしまのおえいを縛らなくてもいいわけで足っは全くビクビクしましたよじって取るなは持っちゃいるがあんな人は縛りたかありません八五郎はこんな太平楽を言うのですおえいは全くいいしまに相違なくちょいっと肌っぽいのも下町育ちらしい魅力ですおめえの言うことは勝手だよするとお染殺しは誰でしょう さあ、上からねえそれで苦労してるじゃねえかあっしはあの野郎じゃねえかと思いますが八五郎はまた変なことを言うのです平地に仕込まれて近五郎はだいぶ勘がよくなっていそうです誰だいそりゃ担当が天水桶にあったんだからかまいたちのせいなんかにしちゃ通らねえよひげの生えたかまいたちはあれやしませんあの浪人門の大谷三,三郎ですよ あの野郎は遅めのことは知らねえが確かに高吉殺しの下手人にはなりますよ八五郎の想像は飛躍的でしたあらひげこそハいじゃいるが腹の底からの育児なしの臆病者だよ高吉が殺されたと聞いて青くなったじゃねえかあのひげと怖え面を元手に飲み回って歩くのが精一杯さ平次は問題にもしていない様子ですあの 太田三,三郎という野郎は幸吉を縛っていますよもっとも後じゃ仲良しになって幸吉に自慢話を聞かせたそうだが安心しろよ自慢話をするようなやつに大した悪人はあるねえよわしも自問話は嫌いじゃねえがそれ見るがいいその上あの亀沢町の長屋には厳重な木戸がある酔いを過ぎると差配の全力が開けてやることになっちゃえるが 全六さんは高吉が帰ったあとは誰も出なかったと言ってるぜ。平次は全六の言葉を信じて疑いもしなかった様子です。全六にも目こぼしはありますよ。そんな方あるもんか。俺は一通りあの長屋も見たが全六のうちの目を通らずに木戸を開けて外へ出る工夫はね。そういえばそれっきりのことです。八五郎はまだ腑に落ちない様子で粘っております。 おえいでなく大田三三郎でねえとするとお染と幸吉を殺した下手人は誰でしょう一体何のために三千両だよ八三千両という小判は人に変な気を起こさせるものらしいなおそわる第一章その夜小僧の幸吉の通夜が営まれることになり主人の宗七は 目黒へ行けば夜になって遠い道を変えられそうもなく一晩はそのうちに泊まることになってしまいました大きな雷門の隅屋で奉公人も大勢おり決して寂しいはずはないのですだが難儀のお栄はこの間から続く不祥事に悩まされてどうしたはずみか すっかり目が冴えきってしまいましたいろいろのことを考えているうちに金流山の鐘の音が四つを鳴り九つをつきます気のせいか窓の下をごそりごそりと人が歩くような気がしておえいはいくたび目が覚めたことでしょうこれではとても眠られそうもないと気がついたのはもはや九つを過ぎて夜半過ぎらしく 薄寒くなった頃です奉公人たちはめい,めいの床の中で安らかに眠っているでしょう目を覚ましているものがあったところで遠い表2階ではここから声をかけても容易なことでは起きてくれないでしょうたった一人下女のお玉は2階を隔てた先に眠っておりますがそれを呼び覚ましたところでこの女は非凡のいびきをかく癖があり 並んん。ではとてももられそうもありませ思案に余っておえいはほんの半夜だけせめて夜の明けるまでお玉と床を変えて寝ようかと思いましたそう考えるとそれが一番いい方法であるらしく他には別に妙案もありませんおえいは真夜中過ぎに廊下についている明かりを頼りに下女部屋に忍び込み小声でお玉を起こして すまないけれど、どこを変えておくれ。どうも寝つかれそうもないからと頼み込むほかはありませんでした。おたまは不肖らしく、その頼みを入れ、主人の部屋に入ってそのまま寝てしまったことは言うまでもありません。少々くらいのいびきでは、ここに休んでいさえすれば、誰も気のつくものはありません。だが、曲者はその晩を狙って。 たたたった一人ののおを襲撃したのです。廊下の明かりがいつの間にやらふっと消えると闇の精のようなセモ者は足音を忍ばせ見当をつけておえいの部屋に忍び込む昆虫のような素早さと昆虫のような狙いで床の中に寝ているはずのおえいに迫りたった一月きでその喉元をさし貫いたのです。助けて。刺された女は、 おえいに変わったおたまでした。くせものにも恐ろしい間違いがあり、暗さに紛れて刺し貫いたのはおたまの首筋を縫って無残やポーズ枕だったのです。おたまは這い出しました。二階からは放火人たちが一ダンスほども降りてきます。離れに寝ているはずの香川ユウザブローは外から割れよとばかりと叩きます。静かなたじま屋の上下は。 一瞬にしてひっくり返るような騒ぎが始まりました。おえいも駆けつけました。これは女中部屋にいて全く無事、主人総七の留守を守っていたおえいの床の上では、下女のお玉が刺されて血だらけになっております。傷はしかし至って軽く物置の中に置いてあった脇き出しの古物とはいえ、よく磨かれて薪割りに使っていたのが 死に死んだまま床の脇に投げ出されてありました。取られたものは一つもなし、金も相当にあったはずですが、癖者は一晩がかりで、お勝手のそばのくぐりをこじ開け、そこから入って、そこから逃げた様子です。2> 第二章朝のうちに平治は神田から飛んできました。目黒へ人をやって、主人の葬式を呼び戻すついでに、 八五郎へ急を告げたのです何か取られたものはありませんかくせもはどっからどうして逃げたんだ平治の問いも同じことでした金は主人の留守でそんなにはありませんがそれでも寝間の手箱の中には五両や三両は入っておりますくせもはそんなものに手もつけなかったようですおえはこう答えるのですうちの中のものはわかりますが香川さんはどうして減ったんです 離れにいるはずの香川がこの急を聞いて、どうして入ったか、平次はそれが気になった様子です。叩いて開けてもらいました。何しろ家の中はカタツムリの殻のようにしまっておりましたから、ちょいっと見せてください。平次は外へ出ました。家来の秋雨は晴れて香川祐三郎が入ったという。お勝手口には大きい足跡がついており。 怪しげな庭桁の刃の欠けたのまではっきりわかるのですクセモノがここから入ったとは気がつきませんとんでもない話だ香川雄三郎は苦笑いをしておりますお勝手口のそばに別の入り口があってクセモノはそこから入ったのでしょう普段は使ったことのない出入り口酸の穴も塞がっており少し前かがみになると 何の苦もなく出イリができます驚いたことにこのクセモンは下駄を履いている平次はそう言って吹き出しました八五郎もこの時向こう柳原の家から着いた様子でこの中に加わります何です親分何がおかしいんです下駄を履いたクセモンは人無慰霊だという話だよへえ悪い野郎が悪事でも働こうという時は相手下駄を脱ぐんですかい そうだ決まっちゃいねえがユンベノのクセモンは行儀よく下駄を脱いだところを見ると逃げ出す時下駄を見つけられても誰にも怪しまれねえものに違いねえ恐ろしく大きな下駄じゃありませんか泥棒の足は大きいに決まっているそのうちに下駄が来て一応お玉の手当てをしました傷は重いのほか浅く大したこともなさそうですおえいが夜中に床を変えたのは 人の足音などに怯えたせいですがクセモンが長い時間をかけてこれだけの仕事をしたのでしょうここにはもう調べることはねえ亀沢町へ行って下手も調べようか八平治は無駄を言いながら先に立ちました雷門から亀沢町へ雨上がりのいい天気ですサハイの全六は火鉢に顎をくべるようにしてタバコを飲んでおります 江戸の庶民はこうして拉致もなく暮らす日が多かったのです全六さんおはようこれは二形の親分さんでおはようございます全六は武将らしい顔をあげましたお隣のはどうだい相変わらずなんでばかりいますよ近頃はどこから金が減ったかひどく苦面がいいようで香川雄三郎が帰ってくるまで当分ここを動かないから 一年分の家賃を払ってやるといった景気で驚きました私も敵討ちから棚賃を取ったのは初めてで第三章「四兵衛あの浪人は外へ出なかったか?」平次は聞きました外へ出たか外へ出ないかで重大な変化がありそうです「金があると飲みに出ますよ明け方帰ってきて強引に軌道を開けさせられるには弱りますが」 よっぴて一人で騒がれるより楽な方でそりゃ災難だったな明け方啓太とい,いやここの次ということになるが時刻などありやしませんゆんべ戻ったのはやつすぎでしょうなこんなことを平時は調べるうち八五郎はそっと抜け出しました隣の家かつての香川雄三郎の家に今では大谷三郎が入っているはずです もう昼近いのに雨戸は閉めたまま大谷三,三郎は二日酔いで敵のうちに乱水したまま寝ているのでしょう。